どうも皆さん、こんにちは。ムケオでございます。はい、本日はですね、かねてからお伝えしておりましたアパレルですね。こちらパーカー届きましたので、開封していきたいなと思います。それでは行ってみましょう。はい、ということでですね、視聴者さんの良平さんからですね、今回私がスイーツチャレンジの一環としてアパレルこちらね、提供していただいております。で、こちらの販売するというところでかねてから言っていたんですけれども、今回ねパーカーの方が届いておりますね。はい、こちら開けていくんですけれども、はい、ブランドですね、まあ、ライブ等では言ってるんですけれども、ジャパンウォッチフリーク、はい、時計好きの方のために作ったブランドということでですね、まあ、今後ね、いろんな展開もするんですけど、まず第一弾として、こちらですね、まず T シャツですよね。こう、ザ・ GMT クラブ、ザンということで、はい、ここね、青黒ですね。青黒デザインした、もう正規店でこれ、ロレックス買えちゃうんじゃないかぐらいのデザインですね。はい、こちら。はい、で、この他にもね、デザインはあるんですけども、これちょっと後半話していきます。はい、そしてね、今回ね、ついにもう冬ですからね、パーカー届きました。ありがとうございます。やっぱりスイスに行くとなったらパーカー必要ですよね。はい、ちょっとこれ開けてみましょう。さあ、オープン。おーっと、素晴らしいですね。肉厚で入っております。ありがとうございます。いや、これはマジでありがたいぞ、本当に。さあ、こんな感じでちょっと開けていきましょう。結構肉厚ですね、こちらね。おほほほほ。あ、素晴らしい。ああ、なんかガチの本当あれですよね。なんかストリート系の、なんか生地もいいですね、こちらね。めちゃめちゃ嬉しいぞ。ちょっと色はこれ真っ白じゃないやつですね。まあ、デザイン的なやつはね、ちょっと後から話します。はい、こちらにザ・ GMT クラブと入って、後ろも入ってます。最高です。はい、ちょっとね、ハンガーかけまして、じゃあちょっとね、まず T シャツの方からこちらちょっと着替えていきます。いきますよ、チェンジ。はい、ということでね、はい、こういうやつやってるんですけれども、さあ、いい感じですよね、これね。これまあライブとかで結構着てるんですけれども、こんな感じです。ちょっと私ね、先ほど測りましたら、体重が80キロ。ね、80.9キロ。身長172センチでございます。ちょっとね、自衛隊辞めて結構太ってきたんですけど、まあ、それは置いといてですね。はい、こんな感じとなっております。これで L サイズですね。ちょっと引きの映像も使いますか。はい、どうですかね。こんな感じでございます。引くとこんな感じで。はい、ね、これザ・ GMT クラブ T シャツの方ですね。こんな感じです。いや、ちょっとモデルとかもね、やったことないんでね。生地とかもいい感じですよ。はい。ロレックス GMT マスターつけたらこんな感じです。こんな感じで。はい。じゃあ次はですね、こちらの最高のパーカー、これ着替えていきましょう。いきます。チェンジ。はい、ということでね、今ちょっと来ましたけど、これマジでいいぞ、これ。これめっちゃ、あ、かっこいい。かっこいい、これ。ちょっとね、しかもやっぱこう形もいいんですね。僕今までね、こういうパーカー着たことなかったんでね。あ、形マジかっこいいぞ、これ。俺マジで僕マジで嬉しいんですけど、これは本当にいいね。ちょっとありがとうございます。いや、これめっちゃいいな。こんな感じですね。うわー、これマジ、しかもね、めっちゃあったかいっす。中に起毛してるんですよね、これ。はい、こんな感じでね、中起毛してるんですよね。めちゃめちゃあったかいです、これは。結構寒くてもいけると思いますね、これ1枚。ちょっと下とか着込んだりすればですね、最高です。形がいいね。ちょっとこの辺の、ね、溜まってる感じとか、ファッション系のデザインやな、これマジで。はい、パーカー着たらこんな感じです。素晴らしいっすね。パーカーかぶったらこんな感じですね。はい、こんな感じの、ちょっと暗いですけど。いや、素晴らしいね。この形がかっこいいっすね。はい、ちょっと本当にファッションブランドの形って感じがします。うわ、すごい。この首のここまで詰まってる感じがね、これもあったかいっすね。これマッターホルンいけますね、これ一つで。
ぱいな。しかも肝がちょっとあったかいですし、はい、こちらザ・ GMT クラブ入ってますし、後ろもね入ってますよ。これ素晴らしいね。マジ嬉しいんだけどこんな感じです。いや、ファッショナブルやな。あとね、服がね、ファッションに興味がなさすぎて出たんですけど、金むくもちょっと着替えてみましょう。テンション上がってるんで。はい、こちらですね。金むくつけたらこんな感じ。いや、素晴らしいですね。しかもこれね、ロケするとこのこのパーカーのこの部分、これマジでちょっと便利なんですよね。ちっちゃいポケットね、ここ欲しかったんですけど、ここあるじゃないですか、でっかいやつ。なんかね、ちょっと荷物をこうパッて入れるときね、めちゃめちゃこれやりやすいんですよね、これね。いや、これもいいですしね。いや、もうこれ、マジかっこいいの。これ TikTok もこうやって撮りやすいですし、ね、YouTube もこう、なんかこう、撮りやすいですよ、これ。うん。あとはね、こう、都市格闘も、あ、動きやすい。ね、都市格闘。自衛隊の都市格闘もこうできますしね。あとはこうやってね、スイス回るときもね、こういうのもね、あ、動きやすいですね、こちら。素晴らしい。そして、これもね、これがね、ちょっとパッとね、置くときに置きにくかったんですよね。どこに置けばいいの？ここ置ける。ここ入ります、これ。素晴らしい。あとは、じゃあ、ロレックス正規店に並ぶときですよね。こんな感じですね、ロレックス正規店に並ぶときは。いや、これはね、あったかいぞ。これ冬、一枚でもいけんじゃない？これマジでいいぞ、これ生地が。形もかっこいいし。初めてかもしれないです、僕。こんないいパーカー着たの。本当に。最高やな。かっこいいっすね。しかももうちょっと汗かいてきてますもんね。めっちゃあったかいっす。はい。さあ、金額つけて、こう、正規店もこうやって並べますからね、こうやってね。こうやって携帯触りながら。そして、これでこう着て。GMT ありますか？これ出ますね。これ完全に。これ完全に買える。GMT ありますか？これ買えますね。はい。いや、マジでこれスイスもね、これ、山の上どうだろうな。あんまりね、山の上とかね、暑いそのダウンとか着てってもね、あれなんですよね。暑すぎて多分ダメなんですけど、これちょうどいいかもしれないですね。これ本当に。スイスマッターホルン、これでいけますね。こうやって。はい、いや素晴らしい。これマジでテンション上がってきた。最高です、まあ、インスタグラムとかもね、もう撮りやすいですよね。ここがかっこいいですから、ほら、もうここがかっこいいんで、ここがね、インスタグラムこうやって撮れますね。ここがかっこいいんで。あとは正規店ね、深夜でね、並ぶ時もこうやって椅子こうやってもね、これ最高ですよ、うん、椅子に座っても動きやすいです。こう寒くなったらこうすればいいしね。はい、結構こうテンション上がりました。はい、こちらパーカー、こちらね、いただきましたんで、今後またちょっと着ていきます。最高です。はい、ということでラインナップと見ていきましょう。サイト、できております。めちゃめちゃかっこいいな。ちょっと勉強になりますね、いろいろと。本当に、はい、ジャパンウォッチフリークということで、腕時計好きの方おしゃれになっていきましょうということでございます。ちょっと僕もマジでファッションがね、わからなすぎるので、おしゃれになりたいということでございます。ちょっとラインナップ素晴らしいですね。はい、こんな感じになっております。トレーナーですね。はい、トレーナーもあります。こうパーカーマジでよかった。はい、 GMT のね、色がね、レフティーカラーのやつもありますからね。はい、そしてこちらデイトナクラブ、これちょっとね、後で見ていきましょう。そして T シャツもあると。はい、こちらトレーナーですね。いいですね。おお、はい、こんな感じで緑黒もね、デザインしていただきました。めちゃめちゃかっこいいですよね。黒パーカーめちゃめちゃいいな。ちょっと黒欲しいですね。こちらデイトナクラブ、はい、デザインということで、こんな感じとなっておりますね。もうこれ買えますね、ロレックスね。黒めっちゃかっこいいですね。プロのパーカーです、こちらが。あとはですね、T シャツもありますね。今紹介したデザインで T シャツもこのようになっているということでございます。でこちらですね、2023年11月4日22時から販売ということになっております。こちらね、ちょっとライブ中に販売しようかなというところで、思っております。で初回なのでね、あんまりちょっと数がないということで、まあ、どれだけね、ちょっと皆さん買っていただけるかっていうのはまだ未知でございますから、まあね、数があんまりないので、ちょっとお早めに、まあ、そのライブの時も言いますけれども、欲しい方はぜひ早めにチェックしていただければありがたいです。でこちらの、売り上げの一部がこの僕のスイスチャレンジでね、助けていただくというところで、今回この企画
この商品ね販売開始となっておりますので、ぜひ皆さんね賛同いただける方よろしくお願いします。で値段、この値段になってるんですけれども、ここからクーポンがあります。でこのクーポンを使っていただくことによって、私のですね、動画から来ていただいたっていうのが分かってツイスチャレンジに入っていくということになりますので、皆さんぜひそのクーポンね使っていただけたら嬉しいですね。まあ皆さんにとってもですね割引になりますのでメリットあると思います。また正確にはね今後伝えるんですけども、基本 5% 割引ということになりますね。でこの使い方なんですけれども、これちょっと実際にこれ販売開始しないとちょっと使えないということで、ちょっとこれ見ながら説明ができないんですけれども、クーポン使用欄のところにですね、ムケムケ OK、 はい、こちらをねぶち込んでいただくと割引になるということになりますので、ぜひ皆さんね使ってください。この販売開始じゃないと使えないというところがありますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、紹介してまいりましたけれども、11月4日22時ライブ中に公開します。ご興味ある方本当によろしくお願いします。これがですね結構いい感じで皆さんがね買っていただいたらですね、また今後ねこれがどんどんね進化していけたらちょっと僕も嬉しいのでね、いやマジで物はやはり本物だと思いますので最高です。本当にこんないい商品提供していただきありがとうございます。いやー本当ねこれ来てねちょっと正規店、まあ僕、まあ、こうやってね顔隠してますけれども、まあ正規店パッて見たらねこれ来た方が何人か並んでいたらめちゃめちゃ嬉しいですよね。まあそのようなちょっと未来を見ながら、まあ本当にありがたいですね。はい、ということで今後ね公開となりますので、ぜひねお早めに買っていただけたら、私もそして良平さんも皆さん嬉しいと思います。はい、これねもう最高ですね。もう買えますね、これあったらロレックス買えますね。そして皆さんのサポートを受けてスイスガチで目指してますんで、今後ともガンガンやっていきます。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ皆さんよろしくお願いします。スイッチスー、また別の動画で会いましょう。ではまた。